ソナタは、韓国の現代自動車が生産する、中型セダンである。初代ソナタフロント初代、ソナタリア、ソナタという名前のモデルが最初に現れたのは、1985年11月の、ことだった。プロジェクト名、Y カーと呼ばれた、このモデルは、当時、ヒュンダイの主力中型セダンであり、欧州フォードコルチナのプラットフォームに、 三菱製エンジンと自社製ボディを搭載するステラの最高級バージョンとして公開された。ステラの1.6リットルより大きい三菱 4G632.0 リットルエンジンを積んだ。このモデルは当時競争モデルであり、オペルレコルトをベースとした大ロイヤルシリーズの壁を超えられず、韓国内の販売では大失敗となってしまった。 スタイル的にも元々のステラとあまりも格差がなかったためキャラクター性が低かったのも原因の一つだったそのためか韓国ではソナタを指称してと揶揄されたこともあった二代目ソナタフロンと二代目ソナタリア実質的な独立モデルとしてのソナタは1988年に生まれた Y2 であるステラと同じくイタルデザインがデザインしたボディのモデルは 当時までのヒュンダイ車では見られなかった曲線美で人気を得た。エンジンは三菱シリウス1.8リットル、2.0リットル、2.4リットル。デビュー当時はいずれも最一 h c だったが、後に2.0リットルは DOHC に変更された。1989年、ヒュンダイはカナダに創立以来最初の海外生産工場を設置。 本工場の主力生産モデルがソナタだった。本形式は韓国発の国外生産モデルでもある。1991年2月のマイナーチェンジではヘッドライトがより丸く長い形状に改められた。この時からアメリカ販売バージョンには V63 リットル仕様が追加された。三代目ソナタフロンと三代目ソナタリアマルシャーはソナタ2よりも 上級モデルとして位置づけられ、ソナタ2には搭載されていない V 型6気筒 2500cc エンジンなどの設定もあった。しかし、韓国国内ではサイズが中途半端な上に、ニューグレンジャーに客を奪われ、わずか3年ほどで販売を終了した。メディアからの評判も厳しく、ヒュンダイの歴代モデルの中では最悪の失敗作だと言われている。 三代目ソナタフロンと三代目ソナタリア四代目、ソナタフロンと四代目ソナタリア四代目ソナタフロンと四代目、ソ,ソナタリア中華人民共和国交、安倍、のパトカー使用中国においては2009年4月に、このモデルの二度目のビッグマイナーチェンジモデルが BT、BT01 の名称で発表された。後にこのモデルとは、名、モインカソナタの名称で発売された。 2011年3月現在の中国では EFK、i、e、f k,、IF、k の2世代のソナタが併売されていた。また、パトカーとしても利用されている。正式名称は韓国でも単にソナタだがしばしば無印状態の初代や先代の EF ソナタ等と区別するため開発コード名の NF をつけて NF ソナタと呼ばれる。なお、開発コード名の NF は ネバーエンディングフェームフェイスから来ていると言われる。主な本国外市場である北米での競合車種は、トヨタカムリアホンダアコードなどである。従来中国では、他国と共通の仕様である、NF5 章が販売されていたが、大幅なフェイスリフトが行われ、エラントラ越道との連続性を感じさせる、中国専用のデザインに改められた。これにより、社名も、 ソナタ両賞に変更された。様々なメディアで、競合車種のホンダアコードとの類似性が指摘されている。六代目ソナタパトカーフルイディックスカルプチュアと、呼ばれる、ヒュンダイの新しいデザイン言語が導入され、歴代と同じ4ドアセダンではあるが、メルセデス・ベンツ CLS クラスや、フォルクスワーゲンパサート CC 同様に、クーペのイメージを取り込んだ流霊なスタイリングとなって、 いるのが特徴である。搭載されるエンジンは、当初、先代後期で登場したシータ2の2リッターガソリンと、ドールパイ、2.4リットル、グディガソリンの3種が用意されたが、遅れて2.0グディターボエンジンも追加された。常用仕様は、グランド、プライム、プルミエベージュ、プルミエ、トップ、スポーツの6グレード構成となり、トランスミッションは、 マニュアルモード付きの6速 AT もしくは6速 MT が組み合わされ、前者にはクソナタ発の足踏み式、パーキングブレーキが組み合わされる。ただし、タクシー仕様やレンタカー仕様にはルパイの設定もある。エクステリアには2代目日産、ティアナにも似た大型ガラスサンルーフや電動式トランク、LED テールレンズ、コーナーセンサーを採用することでクラスを超えた。 上質感をアピールしている。サスペンションは、フロント、マクファーソンストラット、リア、マルチリンク。全長はあまり変わらないが、ホイールベースは、旧型比でプラス6 5ト、mm、ル延長され、2 7 9 5ト、mm、ルとなっている。なおこの車の納車第1号は、韓国の俳優、チャンドンゴンである。姉妹上級者ヒュンダイ・グレンジャーと、 同様、リアピラーにも窓がある、シックスライトとなった。2011年7月、マイナーチェンジ。実施新デザインのアルミホイール、新形状のリアコンビネーションレンズを採用するとと、とも、2.4リットルエンジンを廃止。パーキングブレーキを足踏み式から電子式に変更。2012年2月、2.0リットルシータ2エンジンは、CVVL 化され、 出力と環境性能が向上2.0リットルグディターボと2.0リットルルパイの性能は変更なし2010年4月のニューヨーク国際オートショーでは2リットルのグディターボ搭載車及びハイブリッド仕様が発表され2011年3月に開催されたソウルモーターショーでの出品を経て同年5月2日に韓国内で発売をスタートした ハイブリッドシステムはトヨタや g m が採用する複合タイプとは異なり軽量シンプルな構造を目指してヒュンダイが独自開発した並列式ハードタイプを採用エンジンと電気モーターを1本の軸で連結させたことで時速 20km 以下の速度域においてモーターのみで走行することが可能となっているまた仮想エンジンサウンドシステムを 標準装備とすることで低速域における歩行者に対しての安全性にも配慮した。トランスミッションは性能を余すことなく活かされる要請用に開発された6速 AT が搭載された。なお、ハイブリッド仕様はフロントマスクが通常版のソナタと異なり同年3月のジュネーブモーターショーに出展された i-flow コンセプトに似たものに改められている。 これは、空力を追求して、低燃費に貢献させるためであり、結果、ガソリンモデルの空気抵抗値から0.03、引き下げた0.25にまで向上させている。AT セレクトレバーのワイヤーケーブルが、変速機本体と分離し、レバーと変速機のギアポジションが一致しない欠陥が、発覚。アメリカ合衆国入送国家道路、交通安全局がリコールを発表した。 現代自動車による調査の結果、不良率は0.5%にも上った。米国工場で生産、北米とプエルトリコで販売されたソナタが対象で、総数は88万3000台。2014年3月24日、まずは韓国で発表された。先代のキープコンセプトとしつつも、先代から採用されたデザインアイコンである。 フルイディックスカルプチュアは2代目ジェネシスから採用されたフルイディックスカルプチュア2.0に進化し、より流麗さが増した。ボディサイズは一回り拡大され、ホイールベースも1 0ト、mm、ル延長されたことで2 8 0 0、mm、トルを超えた。エンジンは、先代後半から採用された2.0リットル CVVL ニューエンジンの改良版2.4リットルグディ、そして レンタカー使用、障害者使用向けの2.0リットルルパイの計3種を用意し、これらに 6AT を組み合わせる。ただし、レンタカー使用については 6MT も選択が可能である。安全装備については、車間距離調整に加え、自動停止機能をも備えた、アドバンススマートクルーズコントロールや、前方衝突警報システムを、中型車発採用としている。 ハイブリッドは当面の間6台目を継続販売していたが2014年12月16日に7台目ベースにフルモデルチェンジ外観上の違いはメカニズムとは打って変わりフロント周りのデザインとリアコンビレンズのクリア化専用デザインのアルミホイールエンブレム類にとどまるタクシーについては7台目登場後しばらくの間5台目と6台目ベースが 並行して販売されていたが、2014年8月20日に7代目をベースとした新型ソナタタクシーに切り替わった。レンタカー仕様、障害者仕様と共通の2.0リットルルパイエンジンを搭載し、スタイル、モダン、プレミアムの3グレードが設定される。全車 6AT との組み合わせが基本だが、スタイルのミ 6MT も選択可能となっている。なお、 7代目ベースのタクシーの登場によって5代目ベースのソナタトランスフォームタクシーは生産を終了し6代目と7代目の並行生産となった。レンタカー、障害者仕様についても6代目ソナタザ・ブライアン・トルパイ仕様が並行生産されているアメリカでも販売のための広告戦略が行われていたが2014年3月4日に 現代が発表した燃費と同月14日に韓国政府の発表値に差があることが判明。同月17日に現代側が誇張を認めて謝罪をする一幕があった。2015年7月2日、韓国にて大幅な改良を実施。従来の2.0リットルに加え1.7リットルディーゼル、1.6リットルグディーターボを追加。これら新ユニットには ソナタ発となる7速 DCT が組み合わされる。同時に、韓国車発のプラグインハイブリッドカー仕様である、ソナタプラグインハイブリッドを新たに設定。家庭用の充電により、モーターのみで約 44km の走行が可能となる。ソナタハイブリッドに比べて、約5倍の容量を持つ 9.8kWh のリチウムポリマーバッテリーの採用により、 モーターのみで約 44km の走行を可能としている。充電時間は最短で2.5時間。50kW のモーターは 6AT との組み合わせにより、ソナタハイブリッドよりも約32%パワフルな駆動が可能となっている。154PS の2 0リットルガソリンエンジンとの組み合わせにより、システム合計出力は 202PS を発生する。 なお、フェブは、当初、9月発表、発売開始だったものを前倒ししての登場となった。これにより、ガソリン、ガソリンターボ、ディーゼル、LPG、ハイブリッド、プラグインハイブリッドと韓国サ最多となる、計6種のパワーユニットで構成されることとなる。2017年3月8日、ソナタニュー、ライズのキャッチコピーにて、マイナーチェンジ。 外観の変更箇所は多岐にわたり、フロントは最新のデザインアイコンであるカスケーディンググリルを中心とした心臓形とし、リアも IG 型グレンジャーと同様の処理が施され、パッと見はフルモデルチェンジと見曲がうレベルである。安全装備については IG 型グレンジャーで採用済みの走行走行補助システム、自動緊急制動システム、 オドベンスドスマートクルーズコントロール、不注意運転警報、システム、アラウンドビューモニター、ダイナミックバンディングライトなどで構成される、ヒュンダイスマートセンスを新たに採用し、LED バイファンクションヘッドライトも取り入れている。また、韓国車発となる、ワンタッチ空気清浄モードも採用された。パワーユニットは2.0リットルグディ、1.7リットルディーゼル、1.6リットル、 グディターボ、2.0リットル、グディターボの4種で、2.0ルグディターボには、韓国中型車発の発足 AT が新たに採用され、追って、ハイブリッドも、後期型へと切り替わった。なお、ルパイ、PHV については当面の間、前期型を継続販売する。2019年3月24日、韓国にて発表、販売を開始。低重進化した、 第三世代プラットフォームを新採用。超高張力鋼板を熱間プレスしたマルチロードパス構造を採用したことで衝突安全性を高めた。ジェネシスも含めた現代の車としては初めてスマートフォンと連携した電子キー機能を採用。スマートフォンと車が連携し、ドライバーの好みのシートポジション、オーディオ音量などを記憶し、自動で切り替わる。 また、カカオの人工知能プログラムである、カカワイを活用した音声アシスタントサービスを搭載する。2020年、ハイブリッド仕様も遅れてフルモデルチェンジしている。タクシー仕様は2021年2月現在においても、先代モデルが継続販売されている。セダンの不振に伴い、ヒュンダイ社内でも2017年に、 国民車の座をグレンジャーに譲ったソナタであるが、8代目においても、グレンジャーとの間の販売台数の差は広がった。2021年1から2月の販売台数は7798台であり、同じ期間のグレンジャーの販売台数の半分にも満たなかった。音楽用語の、ソナタのハングル表記は、だが、8年2月21日現在、ヒュンダイ公式サイトにおける、 この車のハングル表記は、であり、文字の上では、最初の S 音が若干異なっている。他の韓国国内のサイトでも、前者の表記、と、誤植される事例が多々見受けられる。ただし、初代の CM では、と、表記されていた。基本的には、世界的に、そなたの名称で販売されているようである。 だが前述の中国における NF ソナタ以外にも違う名称が与えられている場合があり、イタリアではサニカの名称で販売されている。また、近年ヒュンダイ社の名称が I9 になる流れを受けてか、オーストラリア市場では IFK が I45 という名称で販売されていた。韓国国内ではソナタ3のエンブレムの S を持っていればソウル大学へ行ける。 3を取れば大学入試で300点以上は取れるなどといった根拠のない都市伝説があった。これを原因とするエンブレム窃盗事件の報告もあった。ヒュンダイ自身もこの現象について触れているが、ソナタの S はソウル特別市にある大学メルセデス・ベンツ S クラスの S がソウル大学校という説もある。さらにこの被害にあったソナタのオーナーのために、 ヒュンダイがエンブレムの交換を無料で行うこともあったという。ヒュンダイは韓国のプロサッカーリーグである K リーグのオフィシャルスポンサーでもあり、2010年シーズンはリーグ戦のタイトルスポンサーとして名を連ね、ソナタ K リーグの名称で行われた。トミカで韓国車シリーズとして6代目モデルが販売されていた。ありがとうございます。